こんばんは、仙道です。本日も FIFA23 の日本人縛り監督キャリア、日本人だけで欧州を席巻する企画やっていきます。はい、前回でねプレシーズンの大会が終了して、現在の日付は7月31日と8月の日程がこちらで、本日はねプレミアリーグ開幕戦のエバートン戦ね戦います。まあとりあえずプレミアリーグ開幕戦まであと2週間くらいあるので、もう少しね選手の補強していこうと思います。はい、今回ね獲得する選手はなんかこう飛び道具的なものをね持ってる選手がいいなと思っています。というのもね、前回の動画のフォッフェンハイム戦で相手が5バックでねディフェンスがすっごいガッチガチだったんですよ。でそういったね展開の中で我々がこううまくね崩せるような香りがあまりしなかったんで、なんかこう途中から入って一つの武器で試合をねひっくり返せるような存在が欲しいなと考えています。そんな中で私が目をつけたのが彼です。原太一、身長191センチ。我々日進月発のオフェンス陣は高さがねあまりないので、この191センチは非常に可能性感じますよね。それではね彼の獲得いきます。フォワード原太一獲得成功です。はい、そしてもう一人ね選手獲得しようと思います。監督の先導と選手の先導がここで交わる。まさかの二人が気まずそうな顔。彼をね選手の先導をね獲得していきます。彼は身長160センチなんで FIFA で設定できる一番小さい身長なんで、まあ彼もオプションになるでしょうと。フォワード先導安人獲得成功です。さあユニフォーム着て記者会見かな。いやだいぶ決め、結構身長差あんな、すげえ親子みたいじゃん。はい、もうねプレミアリーグ開幕戦の日付になりました。ただね最後にねもう一選手だけ獲得しようと思っています。あの彼です、中村敬斗。彼をね獲得しようと考えています。まあ正直もうチームのねメンバーがちょっと増えすぎてる気はするんですけど、あまりにも中村敬斗を望むコメントが多かったんで、彼だけね最後獲得していこうと思います。ミッドフィルダー中村敬斗獲得成功です。はい、じゃあねプレミアリーグ開幕戦臨む前に我々日進月発のね目標野望について語っておきます。一応ねこの企画私2年間戦うつもりです。まあ1年目の目標としてはまずチャンピオンズリーグ出場権確保ね、そして2年目でチャンピオンズリーグ優勝、日本人だけで欧州を席巻する。だからチャンピオンズリーグ優勝しないと、まあ最終目標達成にはならないと。まあなので2年スパンでね私はチームを強くすることを考えてるんで、あの今回獲得した若手選手とかね、もしかしたら1年目フィットしなかったら、レンタル移籍出してあの成長を促す可能性はあります。まあ1年目の CL 出場権獲得っていうのは相当茨ロードであるとはね自覚してるんですけど、まあプレシーズンでそこそこ手応えは掴んでるんで、まあ開幕からねしっかり勝ち星積み上げていこうと考えています。それではね開幕戦臨んでいきます。はい、まずはスタメン発表です。キーパー川島、ディフェンスライン右から菅原、冨安、板倉、伊藤博樹、ダブルボランチに遠藤と森田、2列目右から伊東純也、鎌田、中地、ワントップ古橋です。はい、スタメンにはねプレシーズンで強いなと感じた、手応えを感じた選手を並べました。ベンチにはね先ほど獲得した中村敬斗、そして原太一もね入っています。はい、エバートンのスタメンこちらです。ちょっとね我々の苦手なね5バックなんで、なんとかね攻略していこうと思います。それでは試合いきます。 Watch now, live now, send out。 さあなんかかっこいい演出来てる。どっちサポだ、我々サポか。なんかすげえ独特な色のタオルマフラー掲げてたよな。これ我々のホームスタジアムか。日進月発こんなしょぼかったっけ。くっそしょぼくね。これ4万人も入るか。我々ホームだよな今回の試合。めちゃくちゃしょぼく感じたけど大丈夫か。頼むよマジで行こうぜ。日進月発か。やっぱこんなしょぼかったっけ。本当にこれ収容人数4万も入ってるか。これはこれ誰掲げられてる。大ちゃんか。大ちゃんだね。あれ大ちゃんかっけえな。後ろの人何も見えねえだろ。マジで行こうぜ。 DCL いるからねワントップ。頼むよこいつのヘッド警戒ね。アイシャイサトウ。さあエンド渡るボール持って一回サイド振る。
5バックマン真ん中がね硬いのは分かってるからファールもらうよ。今回ちょっとねサイドハーフかなりサイドに張る設定にしてあるんで、前回のホッフェンハイム戦ねなんかちょっと中で攻めようとしちゃってた気がしたんで、まあ、ちょっと今回サイド使っていきたいよ。いけるか、ワンチャンありそうな気配あったけど、ゲイへのクリア、いいよ拾って、ここじゃん、抜けねえか、どまいどまいどまい。エバートン右サイド来てます。タウンゼントのパスをカットする、ナイス読み。強豪から一回中地使う。ファーサイドの伊藤潤、どう伊藤潤、ここ渡る拾える、渡る拾えない、やばい。 DCL 一人よ、まあ、DCL の短期突破はいいけどまずい。つながれて裏走ってる、裏走ってる、いいよいいよ、ヒナイス、ナイスカバー、ここはカットしていく、いいよ。ファールだろ、 OK、 行こう行こう、前早く蹴ってくれ。なんでよ、なんで今強豪が蹴り行ったというか。 DCL 上がってきてまずいよ、コールマン上がってきてる、キャンプ用品が危ないよ、ナイスナイス、エイジここはつないでいく。エイジの飛び出し良かったね今。大ちゃん落ち着いて、やべ、シンプルミス、シンプルミス出て、やべ、剥がされるか、つないでくる、打ってきて、いやーマジか、タウンゼント豪快右足ミドルか、あー苦しい、苦しい開幕戦になりそう。ちょっともったいないか、対角線へのミドルうまシュート、うま。0-1です。一回サイドチェンジしようか、ナイス、競り勝ってる、ナイス、行こう行こう行こう、チャンス、結構チャンス。純也から誰に出す、かなりえぐって、もう一個パス、いや打てねえか、いや惜しいぞ、惜しい惜しい。徐々にゴールには近づいてるよ。 DCL の短期突破を許したくない。コークナイスタックル、いやいやいや、まずい。タウンゼント怖い。もう一個来る。打たすなよ。打たすなよ。コース空いてる。ナイス。ナイス、雪成か。ナイスタックル、今のは。いや、今のは男だろう。バーで見えねえな。両は自責定じゃねえんだから。まあ、ナイスライオン。ナイス 24TV の最後。さあ、エバートンコーナーキックです。ちょっと怖いぞ、危ね。DCL だったか、今。大ちゃん、寄せてこ、押せない。タウンゼント、ここは我慢よ。我慢よ。行き過ぎんな。打ってくるか、打ってき、ねえ、ちょっとエイジどうした、ミドル耐性なさすぎねえか、今日のエイジが。まずくね、ミドルめっちゃ入んのかな、FIFA23 は。ガツン系のミドルが有効か、いや、ちょっとどうしたよ、エイジ。パー空きすぎてない、なんか。なんか空きすぎてるって絶対。早くない？なんかシュートスピードが。はい、0-2。さあ、エンド渡るから、一回サイドの、翔也ちょっと縦突破苦しい。果敢に挑んでく。コールマ一応、イエロー1枚もらってるからな。ガンガン行くのはありかもしんない。渡る。縦に当てて。全然シュート打ててねえんだよ。翔也じゃね？来た。いやーちょっともうちょっと中に行きたかった。第一、打てるか？いや、打っとこう。いや、第一。ブロックされつつも強引に行ったけど、どうもいどうもい。エバートン来てるよ。ちょっと3失点目は許されねえよ。DCL 打ってくるよ。ミドル警戒。マクニールの縦突破から、許すな。許すなよ。OK、ナイスエージ。危ねえ。怖えよ。翔也に繋いで、大ちゃん。ちょっと落ち着いてこう、落ち着いてこう。まずい。オッケー、ナイス。竹広、マジでナイス。ちょっと苦しい。まずいね。あまり良くない開幕戦。つながれて終わったか？苦しい。苦しい。どうすりゃいい？どうすりゃいいんだ？戦術を変えるか。ちょっと前半 3-0 は苦しすぎるって。まずい。ちょっと前半の非常交代。森田秀政アウトで堂安律入ります。フォーメーションね、4-3-3に変えて、もう堂安律インサイドハーフ入ってます。ちょっとマジ行くぞ、0-3。左サイドじゃなくて右サイド、伊藤潤。一回強豪とのパス交換。抜けてこい、いや、パス通らねえか。ここプレッシャーかけて。まずいよ、行こうぜ行こうぜ。可能性を見せようぜ、俺らの。OK、ナイスカット。
ここはつなぎたい。ナイス。もう一個。もう一個。ナイス。翔也、勝負でもいいぞ。勝負しちゃおうか。ズドン、いえ、ポストかい。まずい。ロスタイム2分。まあまあまあ、でも可能性いきなり感じたよ。フォーメーションチェンジの。オッケーオッケー、前半終了。おい、前半のスタッツこちらです。エバートン予想ゴール 1.8 だからな。3失点はちょっともったいねえか。後半マジでガンガン行こうぜ。ドラマ起こせよ。はい、コンサート。さあ、エバートン上がってきてる。マクニールのちぎり。ゲイエもなんかいつの間にかイエローもらってんな。DCL、あぶね。エバートンコーナーキック。DCL ターゲット、あぶね。翔也でクリア怖かったけど。何そのパスは。嫌だよ、嫌だよ、マジで危ない。クリア、はっきり、はっきり、あぶね。ナイスエイジ。カウンター行く。カウンターチャンス。中地じゃなくて、強豪抜けてく。おっと、何そのパス。うわ、オフサイか。さすがにオフサイか。いや、ちょっとね、惜しいね。ちょっと出てるわ。さあ、エバートン上がってきてる。左サイド。やべ。シンプルにミスった、今の。頼むよ。竹広ナイス。エイジ落ち着こう。オッケー。竹広から一回繋いでいく。逆サイフローか。いいよ、ナイスサイドチェンジ。中地から第一。兵庫。抜けてく、いいよ。もう一人入ってきて。中地が来た。第一に戻して、こっち。打っちゃおう。雪なり打てない。いや、サイドバックもちょっと上がる設定にしてるから、攻撃の厚みは若干出てるよ。一回当てて、兵庫行っちゃう？いけないよね、さすがに。ヒロキが取れねえか。まずい。サイドバック上がってるからカウンターが怖いよ。ライン上げて、押さえ、オッケー。ナイス。ナイス、ラインコントロール。さあ、エバートン来てるよ。そのパスあぶね。エイジナイス。順位は競り勝てるか。まずい。行かれる。行かれる。あぶね、ナイス、コウ君。オッケー。ここ繋いで、繋ぐよ。ちょ、時間ねえな。原太一入れて、そろそろ。もう70分じゃねえけど、やべ。もうちょっとパスミスがひどいぞ。最悪の開幕戦なんだけど、普通に。ここは竹広ナイス。いいよ。順位から一回サイド行って、出すなよ。出てんの？出てない。ここ縦に当てる。キープしてくれ。なんとかキープ。オッケー。ナイス。逆線、大外あるよ。ナイス。伊藤博樹のインナーラップ使えず、渡るから、あー、パス通らねえ。やばい。ちょっとボール出てほしい。裏に引かれる、やべ。サイドバック上がりすぎ。苦しいぞ。ナイス戻り、ナイス戻り。打たすなよ、打たすなよ。終わった。最後原大志でなんとかしに行く。ちょっと最悪なスタート切ったぞ。プレシーズンの好調さどこ行った俺らの。はい、選手がいます。強豪アウトで原大志、あと中地アウトで中村敬斗行きます。マジで行くぞ、04。なんとか見せようぜ。中村。中村から一回下げます。原へのクロスマジで。放ろうぜ。どんどん放ってこ。原、オフサイかい。さあ、コーナー決定かい。川島英二積極的に出していって。グレイが。低いクロスが。なんで？大船入ったと思った。サイドに出してクロス行きたいんだけどね。ケイトに出して。原いるか、原。やばい、グータッチいる？ちょっと中行く。結局中行って、原へのパスがずれんな、なんか今日。なんで今日こんなパスずれんだろう。やばいよ。ラインちょっと上げて。いや、ちょっとこれまずいな。完全にやった、今の。今の左サイドバックで行っちゃったのは完全にミスってて。まずい。中切りながら。うってナイス。富安男。原の強さ出たかと思ったけど、ヘディングが絶望的に下手だった、今。縦パス入って、やばいよ。行かれる。5失点目はやだ。OK。最後行こう、最後行こう。全員で。中村も上げて、原。意地の原行こうぜ。意地原。ローザン意地原無理か。頼む。競り勝ち。右つなぐ。律が行って、純也に出して、いや最後通せずか、パス。
や苦しい。終わったよね、終わった。最悪な開幕戦、さあせん。はい、試合のスタッツこちらです。いや苦しい開幕戦でした。何もできなかったもん。北島の行動版何もできねえ。はい、選手の評価こちらです。 4-0 で負けたけど、武尊が男の 8.0 記録してんね。ちょっと私のあれだよな、途中交代も遅かったよな、オプション原投入遅かったよな。若干初め風の采配になってしまったもん。はい、プレミアリーグの順位表こちらです。上位勢はしっかり勝利重ねてるみたいっすね。9位から16位こちらで、トッテナムまで勝利してんね。アーセナルは、開幕戦黒星スタートと。そして17位以降こちらです。我々が早速最下位に沈んでいくと。まあでもこっからね、立て直していきます。はい、続いて今後の日程です。次回はアウェーでのトッテナム戦ということになります。かなり苦しい試合予想されるけど、マジでなんとかするしかないよ。はい、で、トッテナム戦の後は、中3日でキャラバーカップもね、開幕します。ちょっとどこのチームかわかりませんが、このアバクロみたいなエンブレムのチームと戦います。それではね、今回はここまでにします。チャンネル登録とか高評価とかコメントとか、ぜひお願いいたします。それでは、ありがとうございました。さよなら。